横浜に70年近く経っても工事が終わらない県道、もとい準高速道路があるのをご存知だろうか。計画が立ち上がってから65年が経った今でも開通したのはたったの3分の1。しかもこの未成道路、道路をまたがない歩道橋から見ることができるのだ。道路をまたぐために歩道橋を作ったのに、肝心の道路がいつまで経っても完成しないから13年間も道路をまたがない横断歩道橋になってしまったひまわり歩道橋。しかもこの歩道橋、渡るのにやたら長いいろは坂のようなスロープを登らなくちゃいけない。ツッコミどころ満載だと思うが、そんな場所が人口300万の大都市にあるのだ。また神奈川県の変わった道路ネタはそれだけではない。なんと高速道路の予定地にヤクザの関連会社が日本最大の不法投棄をやったせいで高速道路が作れなくなった場所まであるのだ。そこで今回は尺の都合上、70年未完成の県道と小倉山トンネルの2本立てでご紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさ、面白さを優先して作っています。ご了承ください。湘南に計画した高速道路、約70年間、正確には65年間、未完成の県道とは横浜藤沢線という道路です。名前から想像するとただの小さな道路に感じますが、実はこの道路ただの県道ではありません。高速道路の次に立派な道路、地域高規格道路として計画した立体交差だらけの片側2から3車線という幹線道路なのです。要はミニ高速道路、準高速道路です。歩道橋の下を見ると今は草ぼうぼうの荒れ地に一方の工事用道路が通っているだけですが、ここに新4号国道や名4国道のような立体交差だらけ、爆走し放題のスーパーハイスペック道路を作る予定なのです。今から65年前の1957年、神奈川県は横浜の上長屋から藤沢の湘南海岸までをつなぐ幹線道路を計画しました。上長屋には横浜をぐるっと囲む大きな環状道路、環状2号線が走っていることから、この道路と湘南海岸をまっすぐ結んで細い道路ばかりで渋滞がひどい横浜と藤沢の町を改善しようとしたのです。広い視野で見たら湘南海岸を走る国道134号と連携して国道1号のバイパスにもなる横浜藤沢線。しかしこの道路はいくつもの貴重な森林公園を通過するだけでなく、終点の鵠沼海岸は戦前からの高級別荘地です。そんな場所に高速道路のような県道を作ります、だから土地を売ってと言っても素直にはい売りますとはなりません。むしろ凄まじい反対運動が起きます。そのため65年が経った今でもかなりの場所で用地買収が止まったままとなり、土地の確保ができた場所は何年もの間荒れ地となったのです。冒頭で紹介した道路をまたがない歩道橋は、そんな計画地に地元住民のことを考えて先行して作られた歩道橋でした。反対する藤沢市民、ちなみに完成したらどんな感じになるのか少しだけわかる場所があります。それは藤沢市の東側です。実際走ってみたのですが、80キロくらいで車が流れる快適な道路でした。確かに準高速を目的にしただけあって多少立派だね。だいたい80キロくらいで流れてるしね。まあでもこれを市街地で戦後作るっていうのはめちゃくちゃ難しいでしょう。まあ反対するでしょうね、地元住民は。そんな都市間連絡なんか知ったこっちゃないからね。ちなみに大船の近くでは現在境ジャンクションという高速道路のジャンクションを作っているのですが、インターチェンジ付きのかなり複雑なジャンクションになる予定です。しかしその道路のすぐそばを走ると高速道路を支える柱が大きな門の形をしています。実はこのジャンクションの真下を横浜藤沢線は通る予定なのです。全部完成したらインターチェンジ付きの高速道路のジャンクションの真下をミニ高速道路が通るという高速道路だらけのカオスな場所になると思います。この横浜藤沢線、終点はモスカフェ江ノ島店あたりになるそうです。江ノ島や鵠沼海岸をよく知っている方ならこんな場所に高速道路を作るのはかなり大変なことがよくわかると思います。そのため神奈川県は横浜から手前の片瀬地区までトンネル方式でなんとか作ろうと地元住民を説得しています。ただ環境悪化を心配する藤沢市の地元住民は、鵠沼海岸もセットで作らないなら協力しないと話し合いは平行線です。つまりこの道路完成時期が全くわからないのです。横浜行き以上のサグラダファミリアになりそうな予感です。
ヤクザに潰されかけた高速道路、横浜と藤沢に誕生しそうな第二のサグラダファミリアを紹介したら、今度はヤクザに潰されかけた高速道路を紹介しようと思います。その道路とは圏央道、東名高速と中央道の間、相模原市の山間部に小倉山トンネルという長さ2キロのトンネルがあります。これは小倉山トンネルが通っている場所の 3D マップなのですが、山の中央左寄りだけソーラーパネルが敷かれ、他の部分はハゲ山となっているのが見えると思います。実はここ、もともとは深さ30メートルもある大きな渓谷で、圏央道は大きな高架橋で一気に横断する予定でした。しかし現在、圏央道はこの渓谷地帯を避けるように、地下深くにトンネルを掘り、V 字状のトンネルが通っています。どうして渓谷が消滅したのか。それはここに東京ドーム3倍以上、400万立方メートルというものすごい量の土を、残土処理業者が国や県を騙して勝手に捨てたからです。一部の人はこのトンネルを参拝トンネルと呼んだり、国や地元も分かってて放置した。さらにはそんな場所にわざと高速道路を計画したと言われていますが、実際は産業廃棄物ではないこと、そして国や地元自治体も限界まで対応したことも分かっています。トンネルを走っただけでは見えてこない日本最大と言われる不法投棄事件。それではいつものように当時の新聞、そして国会の会議録をもとに真相を解き明かしていこうと思います。東京駅4個分の不法投棄エリア。時は今から33年前、1989年8月まで遡ります。現在の相模原市、旧城山町、藤野町の残土処理業者が神奈川県の許可を取らずに大規模に山を切り開き、建設工事で発生する土を捨て始めたのです。そもそも森林法に違反しているんですが、それよりも問題なのは建設工事で出てくる土、いわゆる建設残土は産業廃棄物ではないため、不法投棄を直接禁止する法律が日本にはないことです。そのため処分をしっかりと監視する仕組みがなく、悪く言うと捨てたもん勝ち。それを阻止するには各自治体が条例で規制するしかない状態でした。この法律の隙間を処理業者はついたのです。好き勝手に土を捨てまくったため、台風などが来るとすぐに処理場は崩壊。近くの住民が緊急避難する騒ぎとなりました。もちろん行政側も止めにかかります。すぐに不法投棄をやめるよう業者に通告しますが、処理業者はそれを無視。いい加減にしろと怒った神奈川県は、1992年11月、日本で初めて森林法を使ってこの処理業者を告発したのです。罰金刑を受けたことで心を入れ替えたのか、翌年にはこれ以上土を持ち込んだり移動させないで、山を安全な状態にすることを書いた計画書、自主復旧計画書を神奈川県に提出します。しかしここからが本番でした。1994年から再び復旧に必要な資材といって不法投棄を大々的に始めたのです。完全に騙された神奈川県と地元の町役場、ふざけるなと地元の町役場は中止命令書を2度も郵送したり、条例違反で取り締まりますが、地元市町村が作れる条例の罰則はかなり軽く、人によっては効き目がありません。神奈川県ももう一回中止命令書を出しますが、それでも処理業者は無視して不法投棄をし続けました。ついにブチ切れた神奈川県、最大懲役10年の刑罰が下せる不動産侵奪罪で業者を告訴したのです。しかも被害は民有地だけではありませんでした。国有林でも勝手に木を伐採しまくり、大々的に不法投棄をしていたのです。完全に一線を越えた行為に林野庁も起こり、即刻不動産侵奪罪での起訴に踏み切りました。その後の捜査で明らかになったのは、この処理業者、稲川会系のフロント企業だったのです。このフロント企業が勝手に使った土地は20ヘクタール、つまり東京駅4個分以上というかなり広大な面積でした。一見するとフロント企業がやりたい放題に見える不法投棄ですが、当時の新聞や国会会議録を読むと行政との激しい攻防戦があったことがよくわかります。これだけ問題になった山は県や町、そして林野庁の職員が頻繁にパトロールします。そして現行犯を発見次第、厳しく注意していきます。また、国有林に至っては神奈川県警と協力し、杭を打って侵入禁止のロープを設置するなど、物理的な侵入防止策も取りました。しかし、こうした対策をやっても、犯罪やる気満々の人たちは、杭を破壊してでも不法侵入を繰り返します。国有林だけでも、ヒノキなどを3000本も勝手に伐採して売っ払い、土が捨てやすいよう、山の斜面を勝手に削って谷を埋め、
大事な国有水路までも潰したのです。このような行為に対し一番辛い思いをするのは地元住民です。嵐が来たら土砂崩れが起きて家が破壊、ライフラインが寸断されるからです。そのため激しい反対運動や活動が行われますが、こういった人たちに対して組織が取った行動は、家に火をつけるぞという脅迫とご祝儀を送るという懐柔でした。その結果、厳しい目線はやがて県や町へと向いていき、ついに神奈川県の城山町は地元住民に訴えられます。小倉山に圏央道を計画した理由。1995年11月、神奈川県警は2回目の逮捕を行い、有罪判決が下ります。そしてもう1回自主復旧計画書が神奈川県と林野庁に提出されたのですが、フロント企業はもうやけくそになっていました。なんと残土処理券を10万枚もいろんな業者に売り飛ばしたのです。その結果凄まじいものでした。なんと1996年11月から再び大量のトラックが小倉山に押しかけたのです。ひどい時は1日だけで1700台ものトラックが山を登り、30メートル近くあった谷は完全に埋没。その量を10トントラックで計算すると、日本列島の端から端までトラックの列ができるほどでした。まさか2回も裏切るとは思ってもいない神奈川県。しかもこの場所は圏央道が通る予定地です。高速道路は長い年月をかけて地元と話し合い、周辺の地形、市街地の様子なども考えてルートを決めていきます。その結果1997年に圏央道は小倉山を通ることが決まって、関係者は圏央道の設計図を書いたのですが、あくまでも業者との約束はこれ以上は不法投棄をしないで山を安全な状態にすることです。役所としては実態はどうであれ違法な状態を認めて、それを前提で高速道路を設計することはできないと考え、復旧される前提で圏央道の設計図を書きました。しかしその後の結果は最悪なものでした。もはや高架橋を作ることができないレベルまで不法投棄が繰り返され、当時業者とは連絡が取れない状態。後に所在がわかるが、会社は休眠状態で本人は生活すらまともにできないレベル。撤去費用数百億円どころか、国有水路の復旧費用11億円すらも回収できず、神奈川県が回収できたのはたったの1万8000円。国や県がお金を出し合って撤去することも考えたが、そんな余裕はない。ただそのままにしても土砂崩れの心配はないことが判明。もう谷が埋まった前提で圏央道を設計し直すしか方法がありませんでした。関係者に残された方法は4つでした。建設残土で埋まった谷を切り開いて高速道路を通す案、残土の中にトンネルを掘る案、圏央道が通る部分だけ残土を取り除いて最初の計画通り高速道路を通す案、そして谷のさらに地下深くにトンネルを通す案です。建設残土に触れる3つの案はいずれも600から1500億円もかかる上に工事期間も長いです。それならもういっそのこと谷よりも深いところにトンネルを掘ってしまおうと現在のルートが出来上がったのです。関係者はなんとか頑張って予定通り2012年度までに開通させようとしますが、トンネルの7メートル上には小倉山からの地下水が大量に染み出した建設残土が積もっています。工事は大変なものとなり、最終的に予定から2年3ヶ月遅れの2014年6月、なんとか開通にこぎつけました。実際に走ってみるとトンネルの前には V 字状の坂があることを示す黄色の看板が立っており、トンネルの中ではスピードを落とさないで走るよう誘導するライト、プロビーム照明が絶えず点滅しています。ちなみにこのライトも今までの誘導ランプよりも目に優しいものを採用したそうです。最後にこの参拝ではない建設残土、どこから出ているのかというと9割が公共事業です。この事件を受けて神奈川県は残土処理に関する条例を1999年に制定。国は公共事業を発注する役所が最後まで建設残土の処分先、再利用先を監視するようルールを定めました。おそらく1988年から1997年の間に行われた公共事業の土は今も一部が小倉山の谷に眠ったままとなっています。国会で産廃処理法の甘さ、公共事業で出るゴミ処理ルールの甘さ、そして暴力団への監視の甘さが厳しく指摘されたのは言うまでもありません。それでは説明した場所とは違いますが、私のお気に入りのお店を紹介して動画を終わりにしようと思います。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。
それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。